私にあてがわれた部屋、または牢獄。ハミルトン大尉、私を閉じ込めた基地司令官の副官にしては話のできる男だ。カメラも彼が取り返してくれた。叔父が軍人でなかったら私のような職業に就きたかったと言って。たった今あなたを閉じ込めてた理由がなくなったよ。え？ユークトバニアが宣戦布告した。宣戦同時攻撃だ。セントヒューレット軍港が空襲を受けている。彼らは3機しかいない。ユークトバニア航空部隊による奇襲攻撃を受けているとセントヒューレット軍港から入電があった。現在港全体は極度の混乱状態にある。港にはオーシア第三艦隊の艦船が停泊中であり、敵の攻撃にさらされている。セントヒューレット軍港に急行し、艦船の湾外への脱出を支援せよ。なお第三艦隊の中核をなす空母ケストレルだけは必ず守り抜け。
ヤバいもんを見ちまった。あの鉄器が墜落して炎で海を埋める前、あそこに浮いてたのは、あれは人間の顔だったんじゃないか。あんなにたくさんの、やめてくれ、もうこんなのはたくさんだ。やるぞ。ミサイル命中。シャッター。
隊長、バートレット大尉がサンド島に帰ることは二度となかった。空母ケストレルは敵封鎖線の突破に成功した。第三艦隊は少なからざる損害を受けたものの、最悪の事態は避けることができた。